金森荷重は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、茶人、ひだ国鉱山派二代藩主、十五位下、出雲守る。永六元年、美濃国の樽井城上長屋慶の子として誕生。通称は吉蔵、寄蔵丸友。天正八年、金森長近が越前王の上主になると、その養子に迎えられ、 九条八万城主の遠藤義隆の長女室町殿をめとった。家中の名乗りは、長金が、元は、課金と名乗っていたことに由来する。天正十年六月、本能寺の変が起こり、織田信長が、家臣の明智光秀に撃たれた際、織田信忠に禁じしていた義兄で、金森家着男の長則が信忠と共に二条城にて、内地にし、岐阜の長金は停発して、 兵部教法院素源とこうした。以降、小田家の後継者、主導権争いが起こるが、金森氏は当初、より親であった、柴田勝家陣営に属するが、柴田氏と対立していた、橋場秀吉の陣営に、両者の直接対決の静ヶ岳の戦いの最中に、寝返った。以降は、橋場陣営をして行動することになる。天正十三年、養父の長金ともに、 橋場秀吉に従い、富山の戦いを呼び飛田平定戦に参加、金森主軍の一軍を率いて、笹成松さ、姉が光司より綱の追悼戦を行い、長勤の飛田国相当に貢献した。戦後に長勤が飛田一国を秀吉から与えられると、そのうち古川郷一万国を長勤より与えられ、飛だ古川に増島城を築いた。その後、 豊臣陣営の九州征伐や小田原征伐、文禄、慶長の役、藍津征伐などに長金と共に従軍した。慶長4年3月6日には、古田織部、小堀炎州、石川貞道などの武士、津田州本などの境、京の町州たち30人と吉野で花見を催した。慶長5年の関ヶ原の戦いでは東軍に就いた。とに、上杉伐に参加し、 統世、家康の命で、急遽江戸から飛騨に戻り、西軍の稲葉貞道が牢上する、九条八万条を、学府の遠藤義孝と共に攻めた。後洋府に合流し、本戦に参加し、石田三成勢などと戦った。慶長十年、八十歳を超えた長勤は、飛騨一国と鉱山城の再配を過重に任せ、長勤自身は、関ヶ原の合戦で加動された、美濃国竹 郡上勇地のダビアマシロに移った。慶長13年、長勤の死後、家重は、正式に、飛騨鉱山3万8千国を相続し、飛騨一国を領した。この際、上内領は、長勤が82歳の時に生まれた実子の長校に、分治した。家重は、養父の長勤と、同じく茶の湯に火で、千里休と、古田織部に支持し、利休切腹の際に、 飛田鉱山に避難してきた仙道案にも支持し、吉野竹林院にて開かれた織部による、利休暴魂の茶会にも、石川貞だらと共に参加している。家康は、江戸幕府二大将軍、徳川秀忠の茶の吉南役を過重にしたかったが、一国の主なので、織部を指名したという。なお、茶道は、岡部道家であった。また、伊達政宗とも信仰がありしばしば和歌の応答。 文通をしている。慶長15年、名古屋城追記に際し、築城負担を受け負う。慶長16年、徳川家康に山漆草を献上している。同年10月6日に、規定の長江が7歳で養成した。長江の上内藩領は幕府に就航され、果樹に渡されることはなかった。慶長19年からの大阪の陣には4男の、 勝木と逸夫の重勝を伴って出兵し、義兄弟の伊藤家門、助治明アキラと共に、岸和田藩主、小出義秀の家星となって、加シの戦いで西軍を撃退し、金森勢が挙げた首は150にともに108とも言われている。この時、東軍に参加することに意義を述べた長男の重ゲチを当日拝着したとされる。戦後、戦功により、 丹波一国四十万国が与えられる予定であったとの話もあり、荷重はそれに不満を持っていたなどとする説があるが、戦役直後の現下元元うるう6月3日、58歳で京都伏見にて死去。死因については不明であり、切腹説や毒殺説もある。方号は徳王院殿運法観光。墓所は京都市北区紫野の大徳寺金流院。 流元院に遺品として、天正11年9月9日吉蔵取付と告示された現存する国産ひなわ銃の中で最も古いとされる銃が残されている。養父の長金所有とされる銃には、仙台銃倉田三重郎銃基地家王と告示されている。領内の開発に急しんだと伝わる。果銃の死去後、金森氏の家徳は三男の重頼りが継いだ。 ありがとうございます。